おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はですね、マイクロビット2台です。こちら側が送信側、こちら側が受信側ということで、昨日やった加速度センサーのデータはですね、このケーブルでつながっている、これに加速度を与えて計測するというのの速さを測りましたが、今回はですね、 こっちでやってたことをこっちの送信側でやってその処理を Bluetooth でこちら側に飛ばしてでコンピューターで計測するということでえ今日はあ Bluetooth でこう分離してえ加速度を測ってえどれぐらいの速さで測れるかというのを確認したいと思います基本的には昨日使ったプログラムのおを使ってですね、まあ、無線化して でこちらで加速度を測ったやつをこちらで受けるというふうになります。はい。じゃあちょっと画面を切り替えて、えー、説明を続けます。はい。私のーホームページですね、えー。チャンネルのホームページですで。ここからですね、この再生リスト、昨日ちょっとこう、いまつうまく説明できなかったので。 再生リストに行ってもらうと、まあ、私が作ったあ再生リストですね、えー。それが出てます。なんか、なんかこの英語の勉強で使ったやつが出,て出ちゃってますけど、なんでかな。と、まあ、こうやって、こう見ていくと、まあ、いろいろ作ってきましたね。それの、このちょっとこの派手な絵です。この、こことなってる。これが、あのー、今やり直している、これが昨日やったやつですけども、 加速度センサーでデータを取ろうっていう、うん、実習2の中の5番ですね、えー、5のエピソードの中をずっとやってるという感じです。で昨日は1でしたけどもこの再生リストの中ではそれを無線化しましょうっていってちょっとステップを踏みながら最終的に無線化したプログラムだとかそれで実験をしてるのはこの動画になります。 でこの中のプログラムのこの送信プログラムと受信プログラムを使って今日は確認をしてみたいということになります。で受信側のプログラムはほぼ昨日と同じ形をしています。で受信側のプログラムを見る前に、えー、っとこの送信側、非常にシンプルなんですけど、こちらがまあ あの昨日は見てないので、こちら側から見ていきたいと思います。こちらも元々、もともとはこの動画の5の5の、この2つのプログラムです。で受、送信側ですね。こちら側。こちら側は送信する側なので、電源の供給が難しいということで、えー、以前も説明した、 ですね、電池うるさいので、ちょっと電源を、あの電源を落としますがと、これを送信側にしてですね、電池ボックスをつけて、で送信側の今、画面に出ているプログラムを書き込んで、送信側にしたいなと思います。 で送信側のプログラムは加速度を測ってそれを Bluetooth に文字列として投げるっていう風にしてます。なんか数字で投げて変数でっていう機能もあるんですけどなんかいまひ、うん、あつ自信を持って処理できないので私はもう文字の塊にして文字として送ってます。 1で一つポイントは、ここでこうずっとで回すと、すごく高速で回るので、ちょっと一休みするために50ミリセックを入れてます。これ、バージョン1の時代だったので、これ、昨日もやりましたけど、こちらの計測プログラム自体が25ミリセックで回るので、ここで50ミリセックも待ってたら、ちょっと待ちすぎなんですよね。だここを、昨日25まで行けてましたから、とこちらをちょっと。 まあ早くなってるっていうのもあるのですごく早くもう本当の一時的にお休みということで5ミリセックぐらい回ってもガンガン飛ばすというふうな形にしようと思いますでこれをまずうんと青色のマイクロビットに書き込みますちょっと一旦止めて書き込みますね はい、書き込みました。書き込むとですね、このアンテナみたいな、フ、ま、ォ、あ、ークの絵だと思うんですけど、まあ、私はよくアンテナ代わりにするんですけど、まあ、これで加速度取りながら、Bluetooth で、えー、送信して、えー、5 m クですね、1000分の5秒ですから、すごく早いです。1000分の5秒のまあ、1泊停止を起きながら、ずっと送り続けていると、目では見えません、Bluetooth で。で、これを受けるプログラムをですね、えー こちら側の、これ両方ともマイクロビットのバージョン2です。それを書き込んでいきたいといき,いきます、はい。じゃあ画面を切り替えます。はい、こちらが、あーこのー受信側のこちらに入るプログラムになりますで。基本は増えてるのはこれですね。無線で受信するので、この濃いピンクのブラ、濃いピンクっていうかピンクですね。これ紫なので。 ピンクのブロックで文字を受けると。で、その受けた文字をこの受信した文字列っていう変数に入れていると。これが新しくなってます。で、それと、その受け取った文字をシリアル通信で書き出すというふうになっています。で、ここですね、これカンマが入ってるんですが、先ほどのこちらの完成を見ると、こっちにカンマが入っているので、 こちらのカンマーは通っておきます。これ1個減らすの結構邪魔くさいですよね。1個ずつ上げないといけないで。で、1個削って。この受信した文字列にカンマーがついているので、こうしておきます。で、これで動かして、で、設定。 規定は10ミリ秒ですから、昨日ここ,昨日こ,こを変えて、ですねどんどん処理を速くして動いているかというのを確認しました。これは同じですよね。はいでこれをこちら側のマイクロビットに書き込んで,で、えー、こちら側は受信側のプログラムなんで、本体っていうかコンピューターとは Bluetooth の、Bluetooth じゃないあの、USB のケーブルでつないで、こちらのデバイスで見るというふうにします。でこれ書き込みます。 書き込むと、これで受信が始まって、受信した文字列が書かれているというふうになります。こちらのマイクロビットを揺すると、それが飛んでるので波形が出ます。だからまあこれを何かロボットだとか、あるいは人だとか、こうやってこう姿勢を測ったりできるんですよね。こう傾いてるんだとかいうのを、こちらで分離して、好きな装置に載せれるようになります。 こちらを揺すっても加速度出ないです。もちろんこちらは受け取って書いてるだけですから。で、その昨日もやったように、こちらの線、この線ですね、この線が一致しているので、まあ、処理はちゃんと100ミリ秒で回ってますよと。実はこの100ミリ秒ぐらいが、まあ、以前のバージョン1の限界だったんですが、これをまあちょっとずつ早くして処理が間に合うかと。 というのを確認するというのが今日のテーマです。より早くデータが取れるようになって、で線で見ても一致してますので、詳しく見たいときはですね、この波形を止めて、ここで見てもらえればいいと思います。16、8、11、十0ミリセックぐらいずれてて、ここなんかは5ミリセックですから。 ずれ方が20ミリセック、ここも10、20ぐらいにははまってそうですね。っていうのを見ながら、ここを小さくしていきます。昨日25で回ってましたから、ここを昨日回ってたら25にしましょうか。いきなり昨日の限界でいって、Bluetooth の処理が入っているので、これぐらいでどうでしょうか。送り側も早くなっているので、遅れてますよね。 より細かな振動が読めるようになっている。こっちを吸ってもいいですね。かなり速く、ここの流れも速くなってますから。で、これでまた止めてみてみると、25、10、20、13。うんこ,こ,まあ、ここの誤差を見るより、ここの飛び方が25ぐらいになってるかっていう方を見る方がいいんですけど、ここが24ですか。 っていうふうに見てもらって、まだいたい25、まあ、正確なところまで行こうとすると、本当にまあこれだったら25ミリ、mm、以上幅があるじゃんっていうふうになるかもしれませんが、まあ、まだこの線のレベルではついてきているということになります。で、昨日の限界で、昨日確かここ20はもうだめだったような気がするんですが。 まあ、見ると線が少しずつ差が開いていってますよね。ここの線があ少しずつ開いていっているので追いついていないということになっているかと思うので、やはりこちらも同じ、25が逆についてきてるんですね。だ無線化しても劣化しないという、本当なのかなと。やりながら本当なのかなって言っていいんですけど、いや、合ってますっていうのもなんか怖いので。と 25ミリセックで無線化できちゃう。40ヘルツですよ。1秒間に4つのデータですから。からこのこの波形も非常に美しく取れてるんじゃないですかね。うん、これぐらいの滑らかなのが綺麗に出てるので。で、時間的にも誤差が累積している雰囲気はありません。 はい、はい、今日はこちらこちらかこちらで無線化してこちらで受けるもうこうかなり実践的だと、まあ、自分で言うのもあれなんですけど実践的なプログラムになっていると思いますでで,で現にあの、まあ、この動画先ほどの過去動画を撮ったのはまあ 6月ぐらいなんですけども、まあ、それをベースに実はうちのこと今年度の卒業研究でもあれを使ったしあの動画の話題を社会人のセミナーなんかでも使わせてもらって、えーまあ、そ,れそれなりに評価をいただきました。まあ、卒研は非常にシンプルに無線でデータが取れるようになったので急激によくなりました。 本当に2000円の中に加速度センサーも温度センサーもコンパスも入ってますから、まあ、例として加速度でやりましたがあこの方位ですよねロボットが今どっち向かって走ってるかって奥外ロボットの方位を見たりとかもできますしで、えー、あとは線が切り離されたところでコンピューターとつないだマイクロビットでまあ Bluetooth が飛ばないといけないんですけど。 まあその飛んでる範囲の中でデータを取れば普通は1秒間に40個もデータいらないですよね <laughs> まあロボットであれば屋外で動いてるロボットの方位を見るんだったら1秒間に1個取れても多いぐらいかもしれません、まあ、そ,そんなことなので非常にいい低コストで かつ開発もブロックですから間違うこともないんでそれがいいですよねこれコードで買うと1文字間違ってると動かないとかコンパイルできないとかいろんな問題が出るんですがブロックなのでほぼ間違わないですし非常に今振り返るとですね私の卒業研究の開発の生産性生産性って言ったらいいのかどうか分かりませんけどバグが出なくなって本当にこう 非常にいい本当に成果ですねあの。やりたい実験をやってちゃんとデータが取れるというふうなのができたので <laughs> 今までどうだったんだって言われるとあれですけど今までは動かす方がメインでえ動いていればいいだろうっていうのでなかなか測るところまで手が回らなかったのが動いていればじゃあこれ乗っけて加速度取って。えー じゃあ動いてるのとその時の振動だとか角度だとかも取ればいいでしょうという話ができるようになって非常にありがたいなと思ってます。なんかきょうはあのさ最後が長くなりましたが無線化してもちゃんと40ヘルツ大きなことだと思います。ほぼほぼ人間が動くのであれば40ヘルツであれば十分データが取れてると思うので、えー、ぜひご活用いただければと思います。はい 今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは、この小型のマイコンマイクロビットの説明動画を毎朝朝6時にアップロードしています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、ぜひ毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。